こんにちは、ギアログフィルムです。今回は私が普段機材運搬に使っているヴァンガードのカメラバッグをご紹介したいと思います。こちらのバッグの魅力は何といっても転がせること。重い機材をずっと背負う必要がないというのは撮影のストレスをぐっと減らしてくれます。それでは VEO セレクト 55BD のメイン収納をご紹介します。内部の収納部はこのような形になっています。内寸を実際に測ってみると高さは40センチ、幅は30センチぐらいあります。手持ちで一番大きいルミックスの 7200mmF4 の望遠レンズをつけてみるとこれぐらいのサイズ感。ちなみにこのサイズで全長が 25.5 センチありました。フードをつけた場合は 30.5 センチ、フードをつけたままでも収納は可能でした。この手のバッグで重要なのが深さになりますが、測ってみると11センチ。単焦点レンズであれば縦に入れることはできます。なおクッション材の厚みは12ミリぐらいあり、ハードケースほどではありませんが十分な安心感はあると思います。結構驚いたポイントだったのがこのクッション材、まとめて外すこともできるんです。なのでこのまま他のバッグに移動させたり、クッション材を外すことでセレクト 55BT を普通のキャリーバッグとして使うこともできます。メインの収納前面にはメッシュのカバーがついており、カバンを立てた状態で開けても中の機材が飛び出てくることがないようになっています。前面カバーの内側にはポケットが3箇所、上部のポケットは色分けされているので使用済みのバッテリーやメモリーカードなどを仕分けするのに便利です。さらに15インチのパソコンを収納できるポケットもついています。中間部に飛び出し防止用のベルトが装備されているので、全部のカバーを地面につけることなく内部の機材にアクセスできるようになっています。このおかげでサブバッグに撮影中に使う機材をまとめておくことで、現地に着いてすぐメインバッグからカメラを取り出し撮影を始めることができます。ここからは外観を紹介していきたいと思います。全部カバーの外側には両サイドからアクセス可能なポケットがついています。カバンのサイドには三脚ホルダーが収納されています。よく見るポケットタイプとは違うので重さのバランスを考える必要はありますが、大型の三脚や三脚とライトスタンド2本同時に運搬するということもできるので、珍しい機構で驚きましたが結構使えると思います。反対サイドとバッグ上部にハンドルがあるので、カバンを持ち上げるのに困ることはありませんでした。こちらのバッグは背負って運ぶことも想定されているため、肩紐の部分はかなりしっかりした厚めのクッションがついています。背中の当たる部分もクッション性、通気性が高い素材になっています。一応ウエストベルトも付属していますが、こちらはかなり簡易的なベルト。しっかり腰で支えて持ち運びたい場合は別のモデルを選ぶ方がいいかもしれません。このショルダーベルトやウエストベルトですが、キャリーモードで持ち運ぶときにはそのままだと邪魔になってしまいます。そんな時のためにストラップ類を収納できるポケットがついており、こちらに収納すれば紐が引っかかることなく快適に運搬が可能です。これらの機能は背負って運ぶときと引いて運ぶ場合、2つの持ち運びを想定したこのバッグならではだと思います。そしてこのカバンの最大の魅力であるキャリー用のハンドルが背面のこの部分に収納されています。このハンドルは最大で地面から1メートルぐらいまで伸びてくれるので、高身長な私でも高さに不満が出ることはありませんでした。こちらのバッグを選ぶ上で私が気にしたのが機内持ち込みができるかということでした。セレクト 55BT は幅が36センチ、高さが56センチ、奥行き22センチとなっており、 JAL や ANA の規定と比べると高さが1センチオーバーしてしまいます。ただ実際に測定してみると、この持ち手の部分は多少柔らかくなっているので、ここを押し込めばなんとか高さを55センチにできそうです。こうすればギリギリ機内持ち込みできるのではないかというのが私がこのバッグを選んだ理由になります。確実に機内持ち込みしたい場合、
同じヴァンガードから発売されている VEO Select 59T を選べばサイズ感としては間違いないですが、こちらは車輪が2輪のタイプ。このバッグを転がして運ぶためには必ず斜めにする必要があり、4輪タイプと比べると持ち運びが少し不便になります。私としては手軽に転がしながら運搬したかったので4輪タイプを選びましたが、飛行機での移動を重要視する場合はセレクト 59T の方が使いやすいと思います。さらに 59T にはタイヤカバーが付属しているので、背負った時に背中が汚れにくい仕様になっているのは羨ましいポイントでもあります。セレクト 55BT にはタイヤカバーは付属していないので、キャスターが汚れて背負うのが気になる場合、私はシャワーキャップをかぶせています。私としては以前紹介した VEO シティ CB34 と一緒に組み合わせて持ち運びたいですが、機内の持ち込み重量が ANA や JAL の場合10キロまでとなっています。それぞれのカバンの重量は VEO シティ CB34 が 1020g、 VEO セレクト 55BT が 4.32kg あり、合計で 5.34kg。 つまり残り4キロほどしか機材を詰め込むことができません。こうなると少し現実的ではないので、飛行機を使う場合は実際はもう少し小さなサブバッグを使うか、メインバッグを預けざるを得ないかもしれません。ただこれは飛行機での場合のみの制限なので、車や電車での移動の場合は問題なく使え、むしろかなり使いやすい組み合わせかと思います。まとめてみると VEO Select 55BT は運搬時間のうち背負って運ばなければいけない時間がそこまで多くない場合にかなり楽に運搬できるバッグだと思います。圧倒的に転がしていく方が体の負担は減るので、トローリー型のバッグを一つ持っていると撮影に行くのが楽になると思います。カメラバッグは用途ごとに最適解が変わってしまうのでなかなか決めづらいですが、私のような用途にとってはこれ以外の選択肢は少ないので、いい相棒になってくれています。あとは機内持ち込みができるかが問題ですが、実際に持ち込み可能か試してみるのが楽しみです。以前紹介した VEO シティ CB34 との組み合わせもすごく使いやすいので、参考にしていただければと思います。チャンネル登録、高評価、コメントで応援していただけると動画制作の励みになりますので、ぜひお願いいたします。それではまた別の動画で。最後までご視聴いただきありがとうございました。